NHK 党黒川厚彦幹事長に関する意見が私のもとに寄せられます。それについて私の意見を述べます。まあ、3つ述べ、ね、まとめましたので、えー、順にお話をさせていただきます。まずですね、あの政治家というのはもうサラリーマンではないということでございます。まあ、サラリーマンというとですね、なんか決まったこと決まった通りに行うと、上司の 指示通りに動くというこまあ、そういうね、意味で使っております。まあ、それ自体が、まあ、悪い意味ではないとは思うんですけれど、まあ、それはね、もう立場ごとに全然違うかなと思います。で、まあ、特に、まあ、政治家というのはね、もう非常に特殊と、まあ、国会議員であったり、まあ、国会議員を目指す人であればですね、まあ、タブーみたいなね、そういうものはもうどんどんね、ぶち破って、まあ、常識をどんどんぶち破って、まあ、何、 まあいろいろとね、とにかく突破力がまあ必要ということでありますので、サラリーマンである必要はないと思います。まあもちろんね、サラリーマンみたいな人がいても、まあそれはそれで悪くないのかなと思いますけれど、まあでもね、やっぱりね、皆さんが期待する政治家像というのは、まあ必ずしもサラリーマンであるとは思いません。まあ、それがね、いいと思う人も、まあいるかもしれませんが、あ まあ何にすよね、あの、不可能と思われることをね、あの実現するようなですね、まあそういう,う、まあ爆発力のあるというか、そんな感じの人が、まあ政治家であるべきではないかなと、まあ個人的には思います。えー、まあ普段ね、サラリーマンの方がですね、えー、なんつうのかな、あの、まあ自分自身がね、サラリーマンとして、えー、まあ、 ちょっとね、日常生活をですね、まあいろいろと我慢しながら生きているがゆえにですね、そういう人こそがですね、サラリーマンではない、そういう人をですね、まあ支持するんじゃないかなと思います。まあこれはもうそれぞれ意見がバラバラだとは思いますが、私自身はですね、政治家は、まあサラリーマンのようなですね、殻に閉じこもっているような人では、 人がやるべきではないかなとは思っております。まあ私自身もね、いまいちね、あの、殻を破りきれていないところもまああるとは思いますが、それはね、あの、少しずつね、努力をしていこうとは思っております。まあ、ということで、まあ立花投手なんかね、あの、その通りだと思います。サラリーマンとは対極にあるような人ではないかなと思います。ということで、まあ黒川幹事長のね、話にですね、 え、話を戻しますと、やっぱりね、黒川幹事長、いろいろとね、あの、すごい行動を起こしておりまして、まあ、それについてはですね、いろんな意見が、まあ、寄せられております。もう、まあ、彼自身もね、あの、すごく、 あえて炎上させていると思うわけなんですね。で、まあそれについていろいろと意見が寄せられております。で、まあいい意見も当然ありますし、えー、否定的な意見をね、えー、寄せられる時もあります。まあ特に私のもとに寄せられるのは、えー、否定的な意見であるわけですが、まあそうは言ってもね、やっぱり、えー、まあ政治家ですからね。う それはもう黒川さんのまあ良さでもあり、まあ、否定的な意見を持つ方にとっては悪さかもしれませんけど、まあそういうもんだと思います。というわけで、まあ良き点も悪き点もありますけれど、まあそれだけね、あの、すごく活動エネルギッシュにされているということだと思います。でですね、ええー、まあなんだかんだでね、まあ NHK 党国政政党であります。 えー、まあ将来的にはね NHK のスクランブル化を達成したいという願いはまあありますけれどまあ現状相当難しいまあだけどやっぱり NHK 等のねあの根本に 立ちかえってみるとですね、まあ、やるべきことは NHK の被害者をなくすということでありますので、そのためにはですね、はい、NHK と NHK に、まあ、最終的にはね、裁判されたような方に対してもですね、裁判費用を支払ったり、受信料を支払ったりも、もうそういうことをね、していく。とにかく NHK から、 の被害者を守るためにはね、お金が必要であるということで、そのためにもやっぱり、えー、先日の選挙では国政政党の要件を守ることがもうとにかく重要視された。もうこれがね、最重要と言ってもまあ過言ではないということで、まあそれはね、どんなやり方をしてもということでありますし、まな,なので、まあガーシーさんがね、立候補したというのもまあありますし、まあ、実際に結果を出せたと思います。で、えー、まあ黒川さんもね、あの、相当、あの、党には貢献をされたと。 と思いますまあ、これについても色々とね、意見はあると思いますけれど、もう私はもうね、黒川さんが、あの、いなかったらですね、今回の国政政党要件はかなり厳しかったんじゃないかなと思います。その根拠をえ自分なりにですね、ちょっと用意させてもらうとですね、 2019年か3年前の参議院選挙の結果をね、ちょっと見てほしいんですね、えー。2019年3年前の参議院選挙はですね、まあ、NHK から国民を守る党という名前でした。我々はね。で、えー、全国比例の方では、 立花党首と私と、えー、岡本さんとですね、岡本幸信さんか、あとは熊丸栄治さんの、まあ、4人が出てですね、立花党首が、まあ、10何番票取って当選で、私が9308票で、まあ、2位だったんですね。まあ、その後、立花党首が、あのね、埼玉補選に出て、まあ、自動失職して私が繰り上げ当選という形になったわけなんですけれど、まあ、その時のね、2019年の参議院選挙、 え、黒川さんはね、あの、オリーブの木というですね、えー、政治団体で、え、挑戦をされておられ、おられました。で、その時の結果を、まあ、見てみます。えー、ちょっとね、画面の方を切り替えます。えー、これが、ね、これね、朝日新聞のサイトかな、からちょっと拝借をしてきたところでございます。えー、2019年の参議院選挙比例代表、オリーブの木の結果なんですけど、はい、このようになっております。まずね、あの、まあ、とにかくね、 政党の得票総数を見てほしいんですけど、167,897票ということなんですね。 まあ相当な票を取っていると考えることができるんじゃないかなと思います。まあもちろん、正当要件満たすための100万票には満たないとはいえですね、やっぱり、それなりにね、オリーブの木が支持されていたとはね、あの考えることができると思います。で、その時の黒川さんの票がですね、12,246票ということであります。 というわけで、まあ、黒川さんはね、この後オリーブの木を、まあ、名前を変えたのか、ちょっと全く潰して新しく作り変えたのか、ちょっとね、そこはわかんないんですけれど、翼の党というですね、まあ、政治団体を、まあ、一応と、えー、党首としてね、運営されておられます。で、まあ、今回のね、参議院選挙では、えー、黒川さんは、 NHK 党から比例代表で出て、まあ、2万票を超える票をね、えー、取られたということもあってですね。現時点のね、翼の党から、翼の党の支持者の、支持者がですね、NHK 党に、えー、投票した。 票もね、相当あるとは思うわけでございます。まあもちろんね、あの、それが、えー、つ、あの、まあ翼の党であったり黒川さんが嫌だから逃げた票もまああるとは思いますけれどお、まあ私自身はですね、おそらく相当のですね、えー、翼の党支持者からのお票っていうのはね、入ったんじゃないかなと思います。まあそういうことから考えるとですね、やっぱり、えー、 まあ、立花党首がね、黒川幹事長を、まあ、徴用しているというのは、もう、それなりに理由があるんだと、はい、思います。まあ、選挙でね、実際に結果も、まあ、出しましたし、えー、まあ、何より、立花党首ね、あの、行動、 まあ、黒川幹事長のね、NHK の日曜討論でのね、振る舞いとか、言論の内容に対しては特にね、そういう評価はなかったんですけれど、まあ、歌歌ったりとか、ね、そういう踊ったり、まあ、したことに対してですね、その行動力についてはね、相当評価をされておられましたので、まあ、そういうところだと思います。ということで、まあ、あの、 そんな感じになりますが、えー、3点目についてはですね、やっぱり、まあ、それに対する弊害というのはね、も、も、もちろん、はい、あるわけでございます。もちろんね、えー、先般の参議院選挙で国政政党の要件をと、満たせたというのはね、本当に、えー、素晴らしいことだと思いますし、まあ、それがもう全てと言ってもいいんですけれど、それはそれで評価した上でですね、私自身の方にもですね、えー、少し影響が、少、 少なからず、まあ、少しね、影響が出ているので、まあ、それを、まあ、お伝えをさせてもらうとですね、やっぱり黒川さんに対するですね、黒川さんが、まあ、最近ツイッターなりですね、YouTube なりで言っておられることに対してですね、まあ、私に寄せられる批判的なね、声もまああるわけでございます。ちょっとね、これはもう、 名前出すこと自体はね、ちょっと批判を受けるかもしれませんが、はい、旧国シンクタンクの、えー、渡瀬祐也さんからもですね、ちょっとご意見をいただいております。まあちょっと私の方で、えー、内容編集してお伝えするわけにはいかないんですが、ちょっとそのまま読み上げようと思います。えー、浜田先生、いろいろお世話になりましたが、祈祷の幹事長によるデマは感化しがたいので、 自分としては、祈祷との関係は終わりにさせていただきたいと思います。というですね、こんな感じのメッセージをいただきました。正直ね、このメッセージをいただいたことでですね、えーまあ、その内容自体は、まあ、大変残念なことでは、えー、ありますが、ロッカーさんがね、あの、党にもたらした結果といいますか、そういうところはですね、しっかり評価すべきだと思いますので、 ある意味ね、諸刃の剣といいますか、そういうのがね、あるのはもう仕方ないかなと思います。えー、NHK とね、戦うということはもう、普通のまあやり方ではいけませんので、えー、まあそういう意味ではね、毒を持って毒を制すという、ね、言葉がありますように、まあ、黒川さんもね、あの私自身はまあいろんな意見があるというのは承知の上で、私自身もそういうね、あのい,ろんない,いろんな複雑な感情は、 まあ、ありますけれど、まあ、それはそれでね、あの、ある程度、まあ、い出し方ないのかなと、はい、思っております。